こんにちは、辻岡です。さあ今日はクレセリアをね、仲間にするまでやっていきたいと思います。それじゃあステージレベル5からスタートですね。パーティーは今のところ簡単なので、レベル上げをしながらやっていきたいと思います。ふむ、あれバリアしてきたっけ。もう早速変わったんですかね。よし、ノーマルコンボ。群れをなす、いいよ。もう硬くなりましたね。はい、勝ちました。さあポケモンゲットタイム 5%。 はい、次行きましょう。お、ステージレベル5で手数プラス5を1個もらいました。ポケモンゲットタイム 6%。 いいよ。ポケモンゲットタイム 7%。さあポケゲットタイム 8%。 三日月で可愛いねクレセリアは。さあそろそろゲットできてもいいんじゃないかな。 9%。 もご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 、ピシッ、おーやった早っ。レベル9でゲットできちゃいました。ちょっとびっくり。クレセリアゲット、攻撃力80、使えますね。エスパータイプ、ミュウツーと一緒に使う感じかな。バリア消しプラス、時々バリアを3個消す。いいですね。これは非常に使えるんじゃないでしょうか。さあそしてステージレベルが10に上がりました。ということで、ここからはね、多分おそらくステージレベル50でメガスキルアップもらえると思うんで、50までね、次は、動画でねやっていきたいと思います。どういう変化をしていくのかをね、動画に撮れたらなと思います。ということで、よかったらね次も見てください。それじゃあ土の子でした。まさかこんなに早く手に入ると思わなかった。